相手コーチ食らってね、最後の盤面でね、助けに来た人いないよ。直近、多分3回、3回だな、昨日も込みで。来ないよ。本当に思った以上に来ない。つまりね、キラーがやって喜んでるのか、なんでやってるのか知らないんだけど。世界中の人に殴る人もらっても来ないよ。アイドル放置何のためにあれやってんのか俺もよくわかんない。でもうこうだしよ。で、人が止まってもう起き上がってくんない。もうそれだけでもうイラッとくる。レジェンドクラスのようになれば。ダメすぎててマジでイラッとったりしない。普通にやってろと思う。気が来る可能性があるの。で、勝手に起動してる。どう入れろって言ってる。リズムがまず壊れんだよ。邪魔なんだよ。疫病神以外の何者でもねえんだよ。その上で邪魔なんだよ。あそこに来て、まず。こういう感覚がないでしょ。配信者が、そうだったら外れちまう、そこに来て治療もらえって言うけど、だから来ましたよ。私はさ、申し訳なく思えって話。イラッと来てるんだよ。俺みたいな人が本当は。優しいから俺は我慢してる。リズム壊れんだよ。なぜかっていうと発電機そんなに回してないのに、やっと見つけた発電機ポジションで余計なやつがまず来てんだよ。余計なものって感じですよ。で、作業量が増えるんだよ。だから治療できるときに治療しろってんだよ。治療できるときに治療しないようなやつが来てて大変なことになった。助けを発電機に回すやつって。と思われてること知らねえだろうな。回してて感謝されてんだろうと思ってた。全部。保湿になってる場合どう思う？やばい盤面で。で、脳天気に言うが、保湿しないときに救助すればいい。舐めてじゃねえよと思うよ。お前らのせいでタイミングできねえだろ、これ。
さ。こんなもんよ。マジで俺の責任問題どこいんだよ。負傷状態だったら治療すればいいだろう。そんなの人間って誰だって分かんない。しゃがんで、しゃがみはアピールしててそういう風に伝わるだけでしょ。一般原則とか止まってればどうでしょう。止まって負傷状態でゲーム的に治療してもらいたいけど止まってんだ。対応できねえようなやつらがいるゲームをどうしろっつんだよ。でこんなやつとかいるだろ。ちょっとしたことでやらねえようなやつとかよ。なんで呆れるよな。自分の安全ばっかり考えやがってよ。検温したからああだこうだって。呆れるよ。待つよ。いやーもうさあ、なんでこんななの。毎回毎回さあ、こんなのに巻き込まれてる俺の身にもなってみろよ。なのしかいないの。
これはどうしたらいいの、こんなのって。毎度こんなポジションで発電機つけられるから大ダメージを負いそうなところ。マジで怒り心配だな。だからメディックとかの方が多いで、当たり前だろ、メディックって言った方がいいんじゃない。なんだろう、このゲームで立て直しも多いな。できないだけでしょ。だから別に恥ずかしいことじゃないんだよ。何て言ったら苦手なんでしょ。特殊な状況でしょ。こっちでもいいよ。ダッシュして俺は次のゲーム行くと。ずっと出ましたいから。タッチはどうでもいいから。どうでもいいんだよ。僕はだから発電機会社は他の人に任せてんの。ここをやれって言われてもこういう封鎖狙いをしてるよ。危ないのかい。例の探知とかとかよ、普通に言うけど、ステルスっていうのは本当にないってことだね。武器不向きがあって、もうステルス苦手な人たちはいるから、もうそうなったら僕はだから発電機に関しては任せてる。
ここに関してはもう発電機に関してまではもう俺関与あまりしてない。これで俺が回さなきゃいけないパーティーだともう勝てない。なぜかというと発電機の位置がわからない。発電機をほとんどやってない。勝手に回されて跡形なく回されてるからどこなのかって言われる。2人いた方が生存率上がる。マジの話これ絶対2人いた逆もまたしかり、俺が出れなくてもニコラスが出ればいいだけでしょ。別にどちらかが出る、どちらだから1人の方と2人の方どっちが生存率上がると思う。マジよ。なんてもう勝敗はつかないんだって。理由、苦手な人は苦手だから。苦手な人は苦手なので、別にそれでステルスで勝ったんだぐらいのもん。ステルスで勝ったのね。そうなんだ。ステルスなくて勝ってる方がまあ評価は上がるよね。あれ確かに。じゃあ分かるわけね。どっから来たの。ただの運命なの。この人も果たしてる。この人は見えてたのか。俺は全然わかんない。もやもやが見えたのかね。この人は多分見えてたのね。なんで。あ、なんか、スタスタ。耳を隠すまさにそんなに聞こえてんだ。チームのためにもう脱げられない覚悟でハイドリ方式だった。その分のあの残念な運がこっちに跳ね返ってきた。それが返ってきたんだけど、だから俺だけなんか助かったと思ったのは、この前の試合とんでもないみたいな。でもやってることは心は腐ってはいなかった。むしろ崩れた心で8試合目を回したんです。チームプレイ自己犠牲で回したんです。もう言ってるはずですよ、ちゃんと。その後、ハイドリ方式やるっていう。悲しい結末になったけど、それをやったからこそ、輝いて、大きい結論が立って、こんなことになる。だから別に、一試合一試合に別に、そんなね、あれにしなくてもいいんですよ。いいことが待ってるかもしれないから、だからチームプレイし続けるんだ。ほんとにはいいこと待ってる。チームプレイし続ければいいんだよ。そうすれば、合ってるんですよ。大切なことが。